市にはこの水前寺成就苑がやっぱりあの地元の熊本市の人たちにはもう自分たちの誇れる場所だというふうに皆さん考えておられて愛着を持って過ごされております。1632年に細川忠俊さんという方が藩主として赴任されまして、その後3代にわたりまして今度今の形に成就苑ができました。成就苑は湧き水ですね、池の水はコンコンと湧き出しておりますので透き通った綺麗な水であります。どうぞ皆さん日本に来られたらば、ぜひ熊本までおいでください。よろしくお願いします。